東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。広木さん、はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。どうも。株式市場、もうこれいろんなところで広木さんもご質問受けてらっしゃるかとは思うんですが、株価ちょっと上値重たいですね。っていうかこれなんかありましたかね。はい、いやはい、ちょっとよくまだニュースとか終えてないんですが、昼休みの間に何か ありました。いやですね、我々もその辺は一応まあ、クイックと見てはいるんですけども、うん、新しい話というのは出てきてないんですよね。じゃあやっぱりこれはもうこのところの弱さが、まあ、極まれりというところなんだろうと思いますよね。はい、そうですね。それはまあ、要はね、いつもアメリカの話をこの番組でもよくしますけど、もうとにかくアメリカ株は連日の過去最高値更新ですよね。はい、で先週の金曜日、まあ、雇用統計なんか受けて、はい、でまあ、ある意味もうこれ以上はないという環境でしたよね。ね、要は雇用者数が、まあ、予想を超えて伸びると、はい、50万人以上ですね。はい、ようやくまあ雇用のマーケットも伸びてきた。で前の月の数字も情報修正されてさらに伸びてっていう形ですよね。はい、だけどじゃあそれで経済が強くなったら金利も当然上がるかなと思ったら逆に金利は下がると。いやそうなんですよね。つまりこの辺のところはおそらく労働市場に人が戻ってくれば供給制約も、はい、緩和されてですね、ずっと市場の懸念だった要は金利を上昇させることっていくつもあるんですが、そのうちの一つのインフレですね、はい、こちらの方も少しこの後ね供給制約が緩んでくるとなればインフレ懸念もそれ以上いかないよね、はい、ということで市場が見込む、まあ、ブレイクイブンインフレ率っていうのがあるんですけども、はい、そういう期待インフレ率が下がりまして、それで、まあ、金利が低下するという、まあ、株式にとってはこれ以上ないというような環境ですよね。ですね。FRB がテーパリング決めても金利は上がらない、はい、株は上がる、これはもうアメリカはもうまさにこういう絶好調っていうのが外部環境なわけですよね。ですね。はい、だとすると、僕は昨日の月曜日ね日経平均上がるんだと思ってたんですよね。はい、おお、はい、ところが全然ついていけないですよね。そうですよね。まあ、その辺がやっぱりそのまあ、先ほどもお話ししましたけれどもちょっとこう皆さん気になっているところではないかなと思うんですが、さすがにじゃあ今日はどうだろうと。今日はですね、はい、海外の先物 の状況、まあ、寄り前とか見てたシカゴの日経平均先物なんかも、まあ、昨日の下げ分を取り戻してね、はい、まあ、上がることを示唆してましたよね。29,600 円台だったと思うんですよ。はい、だからまあ一時前場そのぐらいまで高いところありました。29,700 円台まであったのかな。ありました。はい、これはやっぱりソフトバンクの大幅高っていうソフトバンクグループの大幅高がやっぱり日経平均に寄与して、あ、やっぱりさすがにソフトバンクがこんだけ急騰すればね、日経平均も今日さすがに、まあ、反発かと思ってたんですよ。はい、これは一体どういうことなんだろうと思いましたね。いやもう本当にそういう意味ではちょっとマーケットの中でもこう、まあ、判断がしがたいと言いましょうか、もうちょっと崩れるような形になってきてますよね。うん、この弱さはちょっと理屈がつかないですよね。うん、これどうなんでしょう、その、まあ、業績面でですね、まあ、一応 EPS を見る限りは、まあ、全体では日経平均などこう上昇してきてはいるとは思うんですけれども、どん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 切り上がってきてます。はい、昨日の段階でも日経平均の予想 EPS 2180円ぐらいですよね。はい、8円接近してますもんね。どん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 上がってるんですよね。はい、でこれ日経平均って結構僕もレポートで書いたんですけど、はい、この EPS にね、の動きに合わせた動きを結構やってるんですね。はい、だから岸田政権ができて結構急落したのはなんかマーケット失望したかなと思ってたんですけど、実はそうじゃなくて、はい、10月1日に銘柄入れ替えがありましたよね。ありましたね。はい、あれでやっぱりその大型でかつその、はい、バリエーションの高いね、任天堂だとか村田だとかキエンスだとかああいうのが入ったんで、はい、それに引っ張られて日経平均の EPS 下がっちゃったんですよね。あ、はい、そうでしょうね。それに合わせる動きなんですよ、ぴったり。で、はい、今回決算発表が始まったところからじり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 上がってて、それで日経平均もじわりとこうね上がってたんで、はい、まあ、業績にかなり連動してきてるなと思ったらちょっとここのところは逆行する動きになってるんですね。だからアメリカなんかの外部環境の動きにも連動しない、はい、日本の企業業績にも
連動しない、はい、で今日日経新聞に出てましたけどクイックの月次調査で、まあ、機関投資家は今月末株高を見込んでいる、はい、あのこんな高い数字って久しぶりみたいな、非常に強気姿勢だとクイックのアンケート確かそうですね、はい、こういうようなね、まあ、その投資家の、まあ投資家心理それからファンダメンタルズ、はい、企業業績アメリカの外部環境どれをとってもですね、こんな弱い相場になるわけがないっていう話なんですが、はい、じゃあ何なんだろうって思うと、はい、そこがぜひお聞きしたいんですけどやっぱり政治なのかなって思いますよ、そうですかそれ以外、なんか 今僕はいろいろ挙げましたよね企業業績だとか、はい、アメリカの金融政策それからアメリカ株外部環境、はい、それから国内の機関投資家の株式に対する姿勢、はい、全部強気できてるんですよ、はい、だとすると何がこんなマーケット弱くしてるかというと、はい、やっぱり政治姿勢なのかなと岸田政権、ね今ちょうど経済対策ですね、うん、この策定で、まあ、先週末もちらっとこう一部の報道でこう中身が流れたりしましたけれども、うんうんうんまあ、やっぱりそういったところとあとは今まあ、給付についての話題もちょっと上ってますが、うん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 、この辺がマーケットではちょっとやっぱり嫌気されてるというか、弱いというふうな判断につながってるんでしょうか、まあ、あえて言えばそういうことなんでしょうね、まあ、つまりこういう、はい、せっかく新政権ができました新しい資本主義だと言いながらも、はい、マーケットに響く政策って全然出てないですよね、はい、まあ、成長っていうのがね一つ株式市場では期待されるところというような話ありましたけども未だに出てきませんね、まあ、一応ね、はい、前に比べればまだいいんですよ前は分配しか言ってなかったそれ今回は成長と分配の好循環ということで一応成長とも言い始めてはいるんですよ、はい、でも成長のその中身を見ても、マーケットに響かないんですよこれがまたこれがねアメリカ、はい、かたやアメリカはバイデン政権の、まあ、インフラ投資法案、まあ、当初の規模に比べればだいぶ規模は小さくなったけども、はい、まずは法案を通すということに、まあ、専念して、まあ、とりあえず可決しました昨日会員でもですね、はい、こういうようなものと比べて日本のその政策ってこれなんだろうっていうね結局グリーンデジタル、はい、これって前の菅さんが決めたことをそのままなぞってるだけですよ、はいで企業に賃上げを求めるとか言ったって、はい、これも安倍政権の時からやってる話ですからね、そうですね、それで全然賃金なんか上がってないわけですよ。そうすると今回の政権のその経済対策、はい、見ても全然響かないんですよね。あだからこれ、まあ、もしかしたらこういうところなのかもしれないですね、マーケットがなんかこうしらけちゃってるのは、うん、ただそうなりますとですね一応まあ11月中旬今月中旬には策定してで、まあ、年内には補正予算通すという話ありますけども、うんうんうん、もし今の弘樹さんのお話のままで中身でですね、うん、期待するものは出ないとなるとやっぱり株価はまだ、まあ、上値が重たい状態が続くのかあるいはさらに下げるのかこれどう考えればよろしいですかね。いや僕はねやっぱり、はい、今の相場のリアクションがおそらく間違っていて、はい、これから年末にかけては水準訂正が動きがあると思いますよ。実際企業業績がこれだけ上向いているのに、はい、マーケットが逆行っちゃってるっていうのはこれ多分マーケットの動きが間違ってるんですよ、まあ、ミスプライスということですね。同じことを僕は第一四半期の決算発表の時も言ってましたから、はい、その時ももうその7割の企業がね、通期の業績を第一四半期の決算発表の段階で情報修正してきてると、はい、これ相当珍しいことだっていうようなこと言ってたんですが、それでも株はね全然響かずに株価は逆高安みたいな形だったんですよ。8月安につけましたもんね。ところがそこから一気にね、まあ株価が上昇してきて、はい、また3万円超えると、まあ、その時はいろいろ自民党の総裁選に絡む動きだとかね、はい、いろんなことがあったけれども、株価が結果的には業績が先に上に行き、はい、それで株価が反応しなかったのが一気にキャッチアップして3万円超えたっていうのが、はい、この夏の動きだったと思うんですよ、だとすると今はいろんなその環境面で業績が一段と上振れしていると、これはまあ、はい、日曜日の日経新聞でも集計出てましたけども、まあ、そういうような状況なのに株価がここまで弱いっ
というのはこれ多分株価の動きの方が間違ってるんであって、はい、だとすると年末にかけてねもう一回急速なキャッチアップが進むんじゃないかなっていうふうに期待はしてます、はい、うん、これあのリスク要因として例えばですけども、まあ、業績面では今お話ありましたようにこう EPS 上昇してはいるんですけど、うん、あのサプライチェーンのこう、まあ、問題ですね供給側の、うん、まあ、この問題がなんかあの思った以上に長引いているという話もあのちらほらありますしあと資源高っていうのもありますが、うんうんうん、このあたりどうなんでしょうかねやっぱりあの年間通してあるいは来年に向けてっていう話で考えますと落ち着くというふうに、ね、ピークは超えたと思うんですよ、はい、あそうですか、はい、まず一つアメリカの例の雇用統計が、まあね、あの労働者がまあ戻ってくるということで、はい、一つその供給 人手っていう意味での供給もね、多分ここから少し緩和されるだろうと、ええ、それからあとはグローバルなサプライチェーン半導体不足だとか、はい、アジアがロックダウンの影響で工場に人が行けなくて作れないとか、ええ、それもねもうアジアの諸国ピーク超えてますからね、はい、少しずつ、まあ、例えばタイとか観光客の受け入れだって始めるぐらいですから、うん、あのあちらの方もですね、はい、一番厳しい状況は過ぎてるんですよ、はい、そういうのを踏まえてトヨタがこの間の決算発表の時に挽回生産の計画を打ち出してますよね。あーはーはー、この12月には過去最高の生産にすると、はい、だから確かにこれまで供給制約で物が作れなかったのをここから、まあ、トヨタ自動車はじめ挽回生産をやろうっていうぐらいのところまで今もう来てるので、はい、ええ、やはり供給制約緩んできてるんだろうと思いますよ。あ、これすごい身近なところで言うとね、はい、うち犬飼ってるんですけど、はい、その犬ってちょっと病気で、はい、あの療養食特別なものしか食べられないんですよ、はいはいはい、ところがねやっぱりサプライチェーンの問題で入ってこなくなっちゃって、あ、そうなんですか、全然ねその食事がね取れない状況で続いてたんです、はい、困ったなと思ったらね、ええ、ちょろちょろ入ってきていて、今はもう完全に棚に全部あるし、ネットでも買えるし、あ、よかったですね、はい、よかったんですよ。だからこういったところでも供給制約が緩んできてるっていうのをね、実感してますから、はい、で資源高の方もこの間 OPEC が増産を決めないってことに増産ペースを増やさないっていう決定しましたけど、逆に原油価格はそれでピークアウトしてますからね。そうですね、はい、なのでここから少しずつ供給制約っていうのも、まあ、緩んできてる、来るだろうとは思いますね。わかりました。そのあたりがやっぱり身近で感じられるところで、あの我々もちょっと見ておいた方がいいかもしれませんね。そうなんですよ、はい、きっとなんかそういう気づきがあるはずです。はい、わかりました。ひろきさん、最近大変参考になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券ひろきたかしさんでした。